ところで脳に出てくる登場人物を分類してみると非常に大きな特徴があることに気づくと思うんです。その一つは登場人物の大半が死んだ人、つまり亡霊なんですね。こんな具合に死んだ人ばかりが登場する舞台っていうのは世界にちょっと例がない。しかも脳の亡霊たちは大概の場合死んでも死にきれないという魂の苦しみを打ち明けに登場するわけです。これは大変大きな特徴なんだね。もちろん脳に生きた人物が登場しないわけではありません。しかしこれがまたほとんど気が狂ったり瀕死の状態だったり、つまり死と隣り合わせに生きている。言い換えるならそういう登場人物が演じる脳の舞台というのは一方で死の国からいかんともしがたくこの世に向かおうとする魂と、反対にこの現世から限りなく死に近づこうとする魂がこう交錯する生と死の境目で成り立っているわけです。こういう不幸な魂、純粋で傷ついて深い闇に怯える魂、そんな悲しい人間の運命的な苦しみを胸を痛めながら鎮魂せずには折れない祈りのようなものが脳の世界にはひしひしと感じられる。よ、帰るの？うん、さよなら。あ、そうだ、肝行かないか。端の沖にね、テフロの無人島があるんだ。キャンプするの？小屋を建てるんだよ。あそこには流木がいっぱいあるだろ。素敵じゃない。うん、火曜日と。私明日からノットへ行くの。パパが私のために休暇を作ってくれたの。かっかり。それはそうと、いつか言ってた小説できたの？ああ、大体ね。読んでくれるかい？めんどくさいわ、読むの。どんなお話？子供じゃないよと背伸びしてニヒルな顔つきしてみたら寂しくなるのは僕だけど、あなたは笑顔で見透かした。二人で自転車乗った夜、細湯で僕に絡みつき結婚しようとはしゃいでた。幼い二人の乳離れ。何してたの？雲見てたんだよ。雲？こうやってじっと見てるといろんなこと連想して面白いんだ。あ、本当だ、あの入道雲ゴリラみたい。そういえばあれ茶瓶に似てるな。茶瓶？私たちの担任の先生のあだ名よ。